私の歌を公認していただきたい。私たちもともとお寿司タイムというお寿司をテーマにした歌を歌っておりまして、ぜひ木村社長のファンでもあったので、この曲を寿司三昧さん用に作り直して、テーマソングとして愛していただけたら嬉しいなと思いまして、コラボのお願いをさせてもらいました。もともと私たち世界に歌声で元気を届けるという活動をしているんですけれども、木村社長は本当に世界の海を渡り歩いて日本の食文化として平和とともに伝えていると思うんですけれども、世界中の人にやっぱりお寿司という世界をこう寿司エンターテインメントのような形で知ってもらって、できればいろいろなこう配信サービスを使って広く聞いていただきたいなと思いまして、それにはやっぱり社長の公認がどうしても必要、はい、そうなんです。やっぱり今回は木村社長にいい歌だねって言ってもらって公認がいただきたいと思います。時間が若干10分ぐらいあればちょっと練習しよう。味噌汁あかりお誕生ありがとうございました。寿司三昧盛りはバッチリだよ。ちょっとあとはこれを出せるかもんだよ。そう、はい、いよいよ社長入ってきます。緊張しております。いよいよ今日の目標、公認、公認、公認ソング、公認、はい、頑張ります。頑張ろう。失礼します。よろしくお願いします。今までは寿司三昧。あっ今回お寿司パラダイスという曲を作ってきました、はい、ぜひパフォーマンスとともにお楽しみください、はい。いくら
寿司三昧様の公認ソングにしていただけましたら、いろいろと配信とか進めていきたいと思っているんですけれども、ジャッジはいかがでしょうか。はい、いいですよ。あ、決め手は何だったんですか。いいじゃん、守る。じゃあ明るく楽しく元気よく。社長とコラボさせていただいて、お寿司の魅力を世界中に一緒に発信させていただけたらと思っております。そうだね。食を通じて世界平和と。はい、ちょっと横浜らしいお土産をお渡ししたいと思うんですが、ちょっと準備してもよろしいでしょうか。いいね。ご紹介させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。まずは横浜らしい空気感を感じていただけるお土産、プレゼンターみほ。キャー、いいね。いいですね。汗をめぐったり、銭湯に行かれる際など、はい、ご活用いただけましたらと思います。それでは横浜鹿とともにお聞きください。ワン、ツー、スリー。我が日の元は島国よ、朝日輝よ海に、連なりそば立つ島々なれば、あらゆる国より船こそ通え。あー、いいね。Welcome to 横浜。 OK, OK. はい、はい、あの有名な童謡も実は横浜で生まれました。赤い靴の歌詞と音符が入ったガムテープです。赤い靴、赤い靴、赤い靴履いてた女の子、異人さんに連れられて行っちゃった。有明のハーバー、美味しい。有明のハーバー、美味しい。どうぞ。Two, three. はい。美味しいシューマイ。ちょっと時間あるので、大丈夫そうですか。はい。
人生相談をさせて思っておりますので、よろしいでしょうか。いいよいいよいいよ。酒は飲んでも飲まれるなと言いますが、毎回酒に飲まれてしまう。どうしたら楽しくお酒と付き合えますでしょうか。酒は飲むもの、飲まれるもので。僕なんかいつも楽しかったんだから酒を飲むもの、飲まれるもの。よく周りからぼーっとしているねと思われてしまいます。どういう顔をしていればぼーっとしていると思われないでしょうか。それはない。顔の相談疲れる。それでいいんだ。人間固定なんだから。ありがとうございます。それでいいんだ。人間固定なんだから。ちょっと聞きたいことがあったんだよね。そうね、いつかは結婚したいと思ってるんですけど、うん、良い結婚相手に巡り合いはどうしたらいいでしょうか。俺が好きだと思うなら好きだよって。気持ちを伝えるにはどうしたらいいですか。なかなかこうシャイなんです。慣れてるとしたらおむすび1個何でもめて作ってって昼飯だけあげるとか。あ、頑張ってね。いや、ありがとうございます。アドバイス。おにぎり作ろう。作ろう。慣れてるとしたらおむすび1個何でもめて作ってって。横浜シスターズからの人生相談でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お悩み解決しました。しました。社長、今日は横浜シスターズとコラボしてみていかがでしたか。ねえ、みんな頑張っててね。いいね。我々はそして世界を平和、彼女たちはそれを歌って世界平和。いいんじゃないですか。頑張りましょう。はい、すいません、お願いします。よかったですね、公認いただけ。ありがとうございます。もう本当はすっごい緊張してたんですけど、本当に木村社長の温かいお気持ちをいただきまして、これから一生懸命歌っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、チャンネル登録といいねを。